い、今から47分前、日本時間の午後8時にニュージーランド本島も2000年の瞬間を迎えました。はい、カウントダウンのメイン会場となった首都オークランドの天然原型競技場オークランドドメインにはおよそ10万人の観客が訪れ、大変な盛り上がりを見せました。午前0時の鐘とともにコースト&コーンズ、海岸と火山とでも訳せばいいんでしょうか、色とりどりの花火が夜空に打ち上げられ、壮観な空のスペクタクルが始まりました。いや、同じニュージーランドでもね、これはかなりこっちはニューイヤーっぽいですよね。そうですね、にぎやかですね。ニュージーランド史上最大の、こちらはオークランド港近くで開催されているコンサートです。世界的にも有名なクラウデッドハウスやニュージーランド出身のバンドが参加して5000人のファンとミレニアムを祝いました。こちらは南半球最大のスーパーワーサンビューティフォー。また150万ドルをかけ開かれた野外イベントでは、キリストの誕生から2000年までを華麗に演出し、観客を魅了しました。マオリ族やポリネシアの太鼓に合わせて太平洋の島々、そしてアイルランドの踊りを組み合わせたダンスが繰り広げられました。 OK, up next, countdown in Australia.